昆虫群代表、カマキリ界一のテクニシャン、岸宗枯葉カマキリメス。さあ、気の強いメスですね。はい、もう常連ですね、はい、やっぱりあの体大きいんでメスは期待できますね。パワーもありますし。なるほど。はい、はい、でもまあ頑張ってほしいですね、カマキリの威信にかけて、ね、はい。ドクムシ群代表、世界最大のアシダカグモ、マレーシアアシダカグモ。このクモはどうでしょうか。これはちょっと初登場で期待ですね。でかいですね、アシダカグモにしたら。かなり不気味ですね。パワーがありそうですね。はい、ちょっと楽しみですね。牙も相当でかいですね。はい、毒も強そうです。毒もありますね、かなり強そう。太いですね。あ、そうですね。足とかすごい存在力です。はい、ファイ。さあ、始まりました。これ楽しみです。はい、ねえ、あ、ほんとアシダカグモっていうの大きいですね。はい、日本のね、ああいう壁に貼ってる雲から想像すると。そうですね、かなり相当足の一本一本が。はい、カマキリ、あ、でもね、やっぱり気が強いですね。このいいですね、ファイティングポーズです。ファイティングポーズ、はい。さあ、でかいですね。タランチュラみたいですね。はい、存在感で。お、これは、お、イノキアリ状態で、はい、こう、あえて仰向け。はい、良くないですね。あ、掴んだ掴んだ、跳ねてます。掴んだ、はい、おーっと持ち上げた。おーおーおー、これはすごいパワー持ち上げられましたね、はい。あ、でも、あ、でも逆にこう抑え込んでますか。これカマキリ、はい、もしかしての勝利。あ、これ神々攻撃に行ってますね。はい、はい、今ね、一回持ち上げられちゃったんですけど、逆に離さないで落ちてね、はい、すごいいい体勢になってますね。いい体勢ですね、はい。ちょっとアシダカまでね、マレーシアアシダカグモの方が抵抗ができない状態、できない状態です。これは腹の部分を、うん、あのね、はい、アシダカグモって結構なんかショックとかに弱いんですよね。そうなんですか。はい、こんだけ大きい体出してるんで、普通だったら振りほどくパワーとかあるんですけども、なんか、ね、はい、今ちょっと仮死状態みたいなのになってるかもしれないですね。これはなんとかこう裏返そうとしているんでしょうか。あの女王グモとかもっとちっちゃいのに、はい、やっぱりカマキリ負けちゃったりするんですよ。あ、そうですね。だからアシダカはちょっとこういう弱いんでしょうね、衝撃とかショックに。そうですね、完全にこう、マレーシアアシダカグモ戦闘不能。いや、ここで捕まえて、はいはい、でも引きずられちゃうんですよ、逆に。そうですね、上に一気に、はい、びっくりでしたけどね。どうなることかと思ったんですが、はい、はい、でもその後に抑え込んであっさりでしたね。そうでしたね、はい、最後は抑え込みました。はい、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。